はい、皆さんこんにちは。今回ね、ママと僕と、僕らのね、チームから皆さんにね、お知らせというか大切なね、内容を伝えたいなということでね、動画を、回してます。はい、後から出す予定だったんですけど、もうね、無理です。はい、モッキーくんでーす。はーい。はい、ダメダメダメ。この子ね、新しくうちのね家族に来てくれた男の子でね、今4ヶ月なんですけど、ものすごくね力があって元気で、もうね、もうね、マルチプっていうね、種類なんですけど、僕のワンちゃんというよりはママのワンちゃん。見えないね。モッキー。はい、ちょっとね、オーナーのママにね、ママね、ボグダン・ステファン・モッキーということでね、3人目の息子を授かりました。で、まあちょっとね、モッキーくんが、僕らの家族に来たね、理由っていうのをちょっと簡単に僕が説明して、でその後ママがね、実際に今何週間目 ?3 週間 ?4 週間 ?1ヶ月になるんですけど、ちょっとほら NHK のドキュメンタリーがあったりとかして、で、僕らね、ステファンとドニプロという町にも行ったんだけど、実はモッキーは、ドニプロから来たワンちゃんで、で、ずっと前から、友人知人経由で、もうそろそろワンちゃんね迎え入れてもいいんじゃないということで、いろんなところから、この子はどうとかね、こういう施設があるとか、いろんなところからお話があって、ただ僕もママもちょっとね、ずっと、戦争あるし、ヨルカがすごくストレス抱えてたし、断ってたんですよね。去年も断ってたし、今年入ってからも断ってたんだけど、今年に入ってからこのドニプロに行って、そこから戻ってきた時に、ちょうど知り合いの人から、連絡が あって、ドニプロから戻ってきてちょっと時間が経った時ぐらいの時に連絡があって、で、そのドニプロの州でね、こういうワンちゃんを育ててるブリーダーの方で、友人のブリーダーなんだけど、このモッキーくんを迎え入れる家族がいたんだけど、彼を迎え入れて1週間後に、その住んでたところが大きな攻撃を受けて、海外にね出る決意をしてしまって、それでもうワンちゃんをね、受け取り拒否って言ったらおかしいけど戻したよね。でモッキーまだ書類いろんなできなかったから、外国でもね、小さいから書類ができなかったっていうのがあって、それでもうすでにね、その家族のために用意されたワンちゃんだから、で結構ウクライナの場合はワンちゃんを飼う時に事前にね顔を見て選ぶんじゃなくて、注文して、でワンちゃんが育ってきたら大体3ヶ月ぐらいの時に渡すっていうような感じなんだけど、それでモッキーが戻ってきてしまって、それでそのブリーダーからすごくいい子だから、ママのところにね連絡が入って、ちょうどねヨルカの件もあるけど、よかったらどうかっていう話があって、それで結構ママと2週間ぐらい迷ってたのかな、ずっと受け入れるか受け入れないかっていうのに、責任大きいから、ね、そうで、戦争起きてるからストレスもあるし、ヨルカのトラウマもあったしっていうので、でただなかなか、話す人たちが、そのブリーダーさんがね、いろんな人と話をして、その中で、みんなね、モッキーは受け入れなかったのよ。で、最終的にはモッキーくんが
なんか、まあ、ずっと残ってて、でなんかすごくあのなんていうのかな、なんか僕らのためにね、ママと僕とのために待ってた子かなっていうのをすごく強く感じて、それであので、ね、あの仕草とか行動とか、あの夜会にすごく似てる部分もあって、あの男の子だから全然違うんだけど、でもなんかこうなんかつながってるような気が結構あのしてて、でそれでまあ迎え入れるっていうのを話して、でちょうどドニプロからあの電車でね、この社長さんのところに預けて、まあ、次の日朝ねピックアップするっていうので、僕らはまあ、ちょうど夜からねスロバキアから来た子で、で同じように電車で来て、まあ、ピックアップしたんだけど、かなり疲れてて、まあ、衰弱っていうか、ずっとね電車の中で、あの結構ワンちゃんにとって大きなストレスで、親のところから離れて電車に揺られてみたいな。だからモッキーが来る時も悩んでたのね、電車で来るのか、それとも車でねピックアップしに行くのか。でも、まあ、ブリーダーさんがあの電車で大丈夫だよっていう話を何回もしてて、でブリーダーさんも、まあ、結構焦ってたりとかしてて、この子がもともとね一つの家族だったから、それがまあ違う家族に行くっていうので、でまあ、電車でね、もう次の日には来てくれたんだけど、まあびっくりするぐらい元気でしたね。全くもって車なんかもう飛んでたりとか、そうジャンプしたり、そうそう、朝ね5時過ぎぐらい、5時半ぐらいにピックアップ、ちょっとロケットいっぱい来たね。あ、そうそうそう、ミサイル攻撃の日で、でもうほぼ夜中寝てないような時に来て、でまあその次の日は寝てるかなとか思ってたんだけど、全くもって寝なくて、ずっと寝てないな、そう君色からもう本当にね、びっくりするぐらい元気なワンちゃんで、まあ本当にでみんなに懐く、ボランティアメンバーもそうだし、ママのことも大好きだし、僕のこともそれで ね面白くて、僕とかステファンとか、まあ、他のメンバーもそうだけど、特に僕とステファンが来るときは、あ、喜びのあんまりおしっこをねいろんなところに拡散しながら、まあ、それぐらいね子供というか大喜びで、で着いたときはすごくね細かったのね、ガリガリなぐらいですごくお腹空かせてて、どうもやっぱり栄養が少なかったみたいで、まあ、ちゃんとねご飯を食べさせて、で病院にもね連れて行って、今はねしっかりお腹いっぱいです、丸くなってきて、ただまあずっと多分ね2、3週間ストレスもあると思うけどね、一つの家族についてそこでまあ受け入れられなくて結局戻ってきてしまったっていうのがあって、まあいろいろねそういういきさつがあるんだけど、まあなかなか面白い、運命がねつなげてくれたワンちゃんで、ママどう？私は好きで、でも本当元気すぎるね私には。でもあまり寝られない、なんか今毎日ほとんどラケットの爆撃あるし、この子はすごく、あと音外になると起きるし、いろんなやるけど、でも可愛すぎるから大好きで、なんでも大きいのはね、なんか考えたけど、ここはピンクでここ白いで、どんな名前いいかなと思って、最初来た時はヨルカというしか出られない、頭の中にはね、そうそう、ママずっとね男の子なのに女の子の呼び名っていうか、女の子に接してるみたいな感じでずっと話してて、だから私は考えて、このミルコーヒーとかなんかモッコと考えてモッキーになってしまったから、日本語でモカね、カフェモカのカフェモカのね、そのコーヒーの色とかね、と白い、それでモッキーになりましたね。その今元気になってすごく大きくなって、ここまではいろんなテーブル触ったりとか、いろんなイタズラ多いね、多いすぎるね、カバン簡単にもうね、チャックね、チャックは簡単に開けられるし、カバンからいろんなもの出してるし、食べてるし、で、実はこれもう一気に
かじるのが大好きで、あのカバンかじられるし、帽子もかじられるし、手足かじられるし、あの、まあ、歯が痒いのかな、まだあの乳歯、だけど、ね、まあ、こうやってすぐもう あれするから、まあでも本当にね、違うワンちゃんだし性格も違うんだけど、例えばこのチューチューの仕方とか、なんかこうどう言ったらいいのかな、まあ、いろんな仕草の部分とか、はい、もう下に行きましょう、すごくね似てる部分が、まあ、ヨルカとあって、まあ、結構面白いなっていうか、まあでもものすごくね喜んでくれてて、ものすごく懐いてくれてて、まだ1ヶ月ぐらいだけど、もう1年とかそれぐらいいるような感覚がするから、まあ、来るとこに来てくれたのかなっていう感じがしてて、まあ、おじいちゃんとねヨルカがもうそろそろね新しい生活を始めてくださいっていうことで、まあ、おじいちゃんとの思い出の一つがね、大きな思い出がドキュメンタリーのね撮影だったし、まあ、ヨルカのちょうど6月7日にねヨルカの1年があったけど、まあ、ちょっと僕は行くのが辛いなっていうことで行かなくて、で、まあ、ママも同じような気持ちだったし、ステファンもずっと顔出してたけど、まあ、今回の、ね、1年のタイミングで行きたくないっていうこと で、まあ、心の中ではねいるけど、まあ、もうそのなんていうのかな、悲しんで、寂しいっていう、まあ、寂しいっていう気持ちは残るけど、その次のフェーズにね行く一つのシグナルかなと思って、で、まあ、モッキー君が現れてくれたっていうのがあって、まあ、みんなでねボランティアも手伝ってくれてて、荷物が届くとメンバーが仕分けしてる時にモッキー君邪魔すごい、邪魔まあ、いろんなねただね気をつけないと皆様からね届いた段ボールをかじってたりとか、本当にいろんなことをやらかすやんちゃっこなので、気をつけないとね、いろんなものかじ、ね、こうやってママと2人で話してて静かだなと思ったら 100% かじってますだからなんか新しいのメンバーそう、ね、なのでね、まあ、ボグダンファミリー、ボグダンチームのね、まあ、でママはずっとさ女の子が欲しかったからモッキーが男の子っていう時にずっと悩んでたんだよね。ステファン俺男でしょでさらにそこにモッキーが加わって、まあでも逆にこれぐらいアクティブな方が、まあ、散歩行ったりなんか家のことでも忙しいよね。うんちしたりおしっこしたりなんかかじったり、っていうのがあって、で、まあ、この前ね夜かをずっと見てくれてたお医者さんのね獣医さんのところにも連れて行って、予防接種したりとか、まあ、パスポートを作ったりとかしたんだけど、まあねモッキー新しい家族ですよっていうことで、まあ、お医者さんもねまあ、夜かこと本当に残念だけど、まあ、新しいね命を大切にしてくださいっていうふうにおっしゃってくれてて、まあ十分ね夜かに対する気持ちっていうのは、まあ、十分すぎるほどいろんな意味でね伝えたっていうのもあるし、まあ本当にずっと迷ってたけど、まあこうやってねやっぱり何か導かれるものがあっての、まあ、モッキーなんで、まあ大切にねしていきたいなということで、まあ、今戦争だからいつ生きてるとか明日なるかどうかわからないから、だから例えばお父さんのも戻らないけどヨルカみたいな気持ちもまだ感じることできるからいいかなと思って、明日何になるか分かりませんから、とにかく今この愛情いっぱいの子はいるからすごく嬉しい。だから戦争の中には前向き行かないとなかなか生きてられないと私は思います。だから頭の中はもう本当ごちゃごちゃで、どこは戦争、どこは幸せ、どこは、
命とかでも、まあ、絵の色となんかまだ命続くという感じです。まあ、心の中にね、あの開いてしまったあの穴の部分を、まあ、モッキーくんがね、あのこれから埋めてくれるかなっていうふうに思うし、あとまあみんなね、ヨルカとも11年間生活してきたから慣れてるしね、あのなかなかやっぱり本当違うんですよね、ワンちゃんがいるかいないかっていうのは。それと、まあ、戦争もね、最初はあのこの前も話してたんだけど、3ヶ月4ヶ月とか半年で長くて終わるかなと思ってたけど、もうね、あの1年以上続いてるし、まあ、あの終わらないかもしれない可能性もあるので、まあ、あのこういうね素晴らしいプレゼントを、まあ、神様がくれたのであれば、あのだって自分たちからね探してたわけじゃないから。まあ、こうやってね、あの何か運命的なもので起きたことだから、まあ、探してもおかしくないけど、でも私はずっとこう、まだヨーロッパのことと、あとなんかやっぱり責任だなとか考えたね。もしまだ怖がったりとか、うん、そういうことはね、でももう来たからやっぱり怖がってるね。こういう音とか、まあ、なんか言葉をうまく衝撃波。私の隣の家ね、ほんと30メートルぐらいのこの前着弾があって火事ありましたね。その時はすごくこうこの子は怖がった。ここしらに来たね。でもまあ生きてます。本当にありがたいですね、うん。まあ、ということでね、新しいメンバーのモッキーでーす。パチ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 。よろしくお願いします。ちなみにね、もうすでにあのヨルカサイズ、2キロ、2.7 キロぐらい、ヨルカがね、2.8 ぐらいだったから、まだ4ヶ月ちょっと。あと2、3ヶ月大きくなる。そう、あと2、3ヶ月大きくなるから、まあ多分5キロぐらいになるんじゃないかなと思いつつも、まあ、あのそれはそれでたくましいかなとは思ってて、まあ、ちょっとパワーあるからママがねどこまで、あの私を食べてしまうかもしれない。まあでもご飯は好きです、この子ね。いろんな意味で、クシェ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 って食べる食べるペロペロして。まだね、全部わかんないんだけど、少しずつね、あの勉強をあのしてる感じで、まあ、これからね、あのどんどんお利口さんになって、あのいいね、あの関係、リスペクトの関係がね、築けたらいいなというふうにあの思ってます。ということでね、今回は、我々のね、新しい家族、モッキーくんの紹介でした。パチ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 ということでね、皆さん今日もね動画見てくださってありがとうございます。では皆さんまた見てね。バイバイ。